ビル街に夕暮れが来ます。地下室や窓なしビルで働いていた人々は仕事を終えて出てきて初めて夜の近づいたことに気づきます。マイホームの吉田君が急いで帰って行きます。航空会社の桑原さんは銀座へ回るようです。最近の商工会議所の調査によると毎日家に直行する丸の内のサラリーマンは 9%、 残り 91% が何らかの形で寄り道するといいます。その銀座は銀座祭り。新しいショッピングセンターやターミナルに客を吸われて、銀座も往年のイメージチェンジに大わらわのようです。